おととい、新潟市内で講演したのは、自民党の河野太郎広報本部長。ツイッターで240万以上のフォロワーを集める河野議員が語ったのは、参院選での SNS 戦略。総選挙の際に、我が党の情報発信力がやはり他党と比較して、劣っているということをやはり感じざるを得ない。自由民主党の情報の発信を的確にやっていきたいと思っておりますし、小林さんをどう盛り立てていくか、ぜひ皆さんと一緒に戦ってまいりたい。参院選に出馬する小林一弘県議の SNS への評価は。街頭演説やるよっていう、ツイートが流れているのは見ました、はい、そこから何かこうアドバイスとかっていうのは今日はされたんでしょうか。機密です。続いて新潟駅前で凱旋、後押しを受けた小林県議は、5ヶ月後にはきっとこの新潟を前に進める第一歩を皆さんと共に勝ち取りたい。今日教えていただいたことをしっかりと消化をして、そして多くの皆さんと力を合わせて、PR 活動ができるかというのはこれから構築をして広めていきたいと思います。昨日は立憲民主党の泉健太代表も新潟市へ。党の拉致問題対策本部長を務める森裕子参議院議員らとともに、横田めぐみさんの拉致現場を初めて視察しました。もう時間がない、これはもう与野党ない問題だと思ってますから、我々もさまざまな情報をですね集めて、この拉致問題の解決に取り組んでいきたいと。今外交ルートですね、いろんな道があると思うんですけども、どうもそういうのがないんじゃないかということで、これは我々としてもしっかり訴えていかなければいけないというふうに、改めてこの場所で泉代表にお話をさせていただいたところです。記者からは森議員が4選を目指す参院選への取り組みについても質問が出ました。立憲民主党としては新潟をモデルとして全国にもその活動を広げていくぐらいのつもりでいる重要な地域、県だと思っていますので、森さんの必勝はもう譲れない戦いだということで、着実に体制を作っていきたいと。ありがとうございます。泉代表はこの日、連合新潟の幹部とも面会し、森議員の勝利に向けた協力を確認したと明かしています。